虫が湧いてしまった米が 60kg も家にあるとしたら、あなたはどうするだろう。もったいないけど捨てるか、なんとか食べられる方法を探すだろうか。今回はそんな大量の米を抱えた一致が、処理方法の助言を求めて立てたスレを紹介する。ほう、虫が湧いた米 60kg を海に捨てたいんやが、ちな 60kg ある、捨ててもええんやろうか。そこら辺のルールよくわからんから詳しいやつ教えてくれんか。大量の米を海に捨てたいという一致、スレ民に助言を求め始める。魚の餌になるやろし平気やろ。60kg 捨ててええんやろうか。深いとこならええんやない？土に埋めたら元気に稲が生えるで。中スカスカやぞ。米なのに？食われとるんや。なぜ海？川よりは海の方がええかなと。ゴミに出すをなぜ通り越してその辺にばらまこうと思うんや？普通に捨てればいいのでは？多すぎて捨てれない。分けて捨てろよ。調べたところ、米の処分は燃えるゴミでいいようだ。量が多い場合はレスの通り小分けにするのがいいだろう。犯罪ではあるやろ。不法投棄やしな。どんなものであっても、海に捨てるのは不法投棄。法律で禁止されている犯罪だ。いつしかの古いプロテイン捨てたやつみたいに、風に乗せてばらまけ。その虫は海で生きていけるんか？コクゾウムシやから死ぬと思う。コクゾウムシは、イネ科植物を好む害虫だ。卵は身の中に植え付けられ、成虫になるまで出てこないため気がつきにくい。庭とかに埋めたらどや？分解されるやろ。庭ない。一読んでまた、大処理すれかと思ったらガチで米だった。今回は、大ちゃうで。今回は？あ。じゃあ前回は、大やったんかよ。忘れてくれ。一気に不穏な空気になってくさ。米やったら燃やした方が早くないか？燃やす場所がねえ。不法投棄と同じく、焼却施設以外で燃やす野焼きも犯罪だ。不法投棄やけど見つからなかったら問題ないで。ええかな。昼過ぎに捨てに行くわ。これはアウト。良くないので絶対に真似しないように。庭でもベランダでもええやん。米 60kg やったら今からでも七輪で夕方くらいまでに燃やせるやろ。庭に埋めろとか燃やせって言ってるやつアホなん。60kg あるんやぞ。庭に巻いとけば栄養になるし。つかなんで 60kg も溜め込んどんねん米やかな。親父が農家。米 60kg 無駄にするやつのがアホやろ。虫はいて食えねえって言ってんだろ。今時コクゾウムシとかどんな管理してんだよ。コクゾウムシ見たことないんか？お前らは、大量に発生したら食えねえよ。見るだけでゾワッとするよな。自治体にもよるかもしれんが普通可燃ゴミじゃね。分けて捨てるのが安全かな。60キロ運ぶ方がきついやろ。車で運ぶにしても、少しずつ分けて燃えるゴミに捨てた方がええんちゃう。親父も共犯か。来たよか？いつまで、大の話してんだよ。捨ててもええけど山の方がええで。山の場合でも不法投棄になる。山遠いんだよな。海の方が近い。玄米食ってるとコクゾウムシなんて珍しくもない。そらそうやけど今回は大量に湧いたんや。暑かったから、ほんまに食えねえ。食われすぎてボロボロになってんだもん。こういう虫って米と一緒に炊いて食えへんのかな。タンパク質も摂取できてええやん。虫食も流行ってるみたいやし。美味しくないよ。そこは料理の腕の見せどころやろ。普通に燃えるゴミに出しちゃいかんのか。 15kg くらいに分けて捨てようかな。見るのもキモいから一気に捨てたかったんやが、家中コクゾウムシだらけや。はよ捨てたい。なんで放置してんの？多すぎて捨て方がわかんねえからだよ。海に捨てるのいい考えやと思ったんやけどな。不法投棄したいのにしますってインターネットで宣言するやつがあるか。だからネットで聞いてんだよ。とりあえず天日に干せ。コクゾウムシ逃げてくから、米の処理は後でゆっくり考えればええやろ。二日前から干しとるがまだおる。袋のまま？ブルーシートに出してる。それでも残ってんのかやべえな。虫が湧いた米は天日干しにすると、数時間ほどで虫が逃げ出しいなくなる。だが、それも効果があまりなかったようだ。マジで湧きすぎて食える米一粒もないと思う。びっしりあったわ。どんな保存の仕方してんねん。物置に放置。新米もらったから古い米どうしようと思って袋開けたら大変なことになってた。今米 200kg くらい家にある。親父が農家なのにそんな保存するわけないやろ。一致嘘ついとんな。別居やから。それってウジみたいな白いやつか？コクゾウムシっていうちっちゃいカブトムシみたいなやつや。住んでいる市に相談すればと無事です。やっぱ役所と相談するのが一番ええんかな。機体は処理できるのになんで米処理できないんだよ。圧倒的に米の方が難易度低いだろ。機体処理したことねえって。60kg のものを捨てる方法を探しているとなると犯罪の匂いがするが、一致はきっぱりと否定し続けている。結論として捨てない方がいいってことでええか。米当番さしておかないから。米当番さしてたけど線抜いてなかった。サボリアン。米当番には実は中線があり、取らないと効果がない。よくあるミスなので、家にある人は確認してみた方がいいかもしれない。キャンプ場で燃やしてええんやろか。なぜかたくなに小分けで燃えるゴミを嫌がるのか。面倒やん。普通にセーフやろ。セーフかな。
燃えないゴミちゃうし魚の餌になるからええかなと思った。汚染にもならんしええやろ。不法投棄にならんよな。ならんと思うけど一気に捨てたの見られたら揉めそうではある。釣りのエビばらまく巻き絵とかもあるしな。なるほど、サンキュー。釣り人だって普通に巻き絵しとるから大丈夫やろ。巻き餌ってことにすればええんか。竹ば釣り餌には使ったりもするけど米は浮きそうやな。中スカスカだからなおさら浮きやすいと思う。袋詰め、登ってきててキモい。大量の袋に入った米と、袋の中で外に出ようとするコクゾウムシの写真がスレミンに見せられる。はよ捨てたい。思いのほか多いな。干す前はこんなもんじゃなかった。びっしりだった。5kg くらいはいにくれ。コクゾウムシの観察したい。あと一袋あるで。海の近くに住んでるん。10分くらい。鳥が感謝してくれそう。やべえわ、マジで暑い。イッチが現在地として投稿したのは、一面の海の写真だ。捨てた。人間じゃないですよね。米カッコマッマの処理方法やろな。イッチ、実するなら早い方へで。60kg もある大量の米を、結局海に投棄してしまったイッチ。決して正しい行いではないが、皆さんにも、このようにゴミをどう捨てたらいいか悩むことはないだろうか。次に紹介するのは、そんな複雑なゴミ分別ルールに起こっているスレだ。ゴミ出しのルールがうるさすぎる原因はこれだったわらわらわら。なんでゴミ出しのルールってあんなうるさいの？夜中に出すなとか指定の袋替えとか横平&無駄やん。なんなのこの文化は。ゴミ出しルールの複雑さに怒りを隠しきれない一致。スレミンの反応も様々だ。嫌なら引っ越せ。自治体で違う。夜中に出したら放火されるからな。どういう理屈だよ。放火なんてゴミなくてもされるだろ。でもなぜかゴミにされることが多いんだよな。それは燃やそうとした対象の近くにゴミがあったから火つけただけであって、ゴミがあるから燃やしたわけじゃないだろ。いやゴミがあるから燃やしたんだよ。燃やす対象をゴミの有無で決めるのか？バカだろ。ゴミの中にある埃が火種になりやすい。放火犯の狙う場所で一番多いのはゴミ捨て場だ。オープンな場所にあることや可燃性のものが多いことから、特に危険だと言われている。俺のところ燃えるゴミと燃えないゴミの分別も袋の指定もないわ。ゴミ出したやつはゴミ出した後の惨状を知らないから。どうせ夜中なんて誰も見てねえだろ。長時間置きっぱなしにしてると猫やらカラスやらホームレスが散らかすんだわ。ほんならゴミ入れるボックス設置したらええやん。新しいアパートの前とかにあるやつ。なんで置かないの？指定の袋は使えよ。指定の袋も意味不明だろ。わざわざそんなもん買わせる理由がわからないし、かえってゴミ増やしてるよね。普通に余ったビニール袋使えば済むんだから。ゴミ袋捨てるのにゴミ袋買うのかよ。その金でゴミ収集運用資金を補ってるから。何のために税金取ってんだかす。って言うとどうせ財政なんだとか足りないとか言うんだろ。最初っからそのゴミ袋代税金に入れとけゴミ。ゴミを多く出す人が多く払う有料システムだろ。あとはゴミの削減もある。いらねえ袋捨てるのに余計なゴミ袋買うって本末転倒だしどこが削減なんだよ。こんなことグレタに知れたら怒られるで。ゴミ袋買うの嫌なら直接処理場に持っていけよ。専用の袋に入れてなくても、ゴミの量によって金払えば引き取ってくれるぞ。ボックスは置けないところも多いから。今あるゴミ置き場のスペースは何なんだ？わら。自治体の行政サービスに文句あんなら所属変えろよ。福岡市の夜間収集は良いシステムだよね。夏場なんか特に涼しく渋滞もないから作業効率が上がるし。博多のチンピラのくせにいいこと考えるな。福岡市では、ゴミは日没から夜12時までに出すというルールがある。仕事終わりにも出しやすいことから、羨ましい人も多いのではないだろうか。人が出したゴミを開けて散らかすババアもいたからな。ルールなんて無視だよ。分別なんてしない。わからしない。分別にうるさい正義漫画生きてて笑えるよな。面倒くさいから牛乳パックとかは燃えるゴミに出しちゃってる。リサイクルに出せってことになってるけどそのためにゴミ持ってスーパーに出かけないとだし。まあ牛乳パックはゴミに出したからって怒られたりはしないだろ。管理当番制のところ行けば気持ちわかるよ。吐きだめと一緒だよ。人の家のゴミ袋勝手に開けてこんなもの捨てるな持って帰れって晒し上げるゴミいるよな。ゴミの分別は確かに面倒だが、ルールは守るべきである。最近では、環境問題や SDGs が重要視されているため、なおさらだろう。一度自分の地域のルールを再確認する必要があるかもしれない。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの住んでいるところでは、ゴミのルールはどうなっていますか？良ければコメントで教えてください。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。